Lo straniero. 今日、ママンが死んだ。第二次大戦前のアルジェ。平凡な一市民であるムルソーは母の訃報を受けます。葬儀場では遺体とは対面せず、通夜ではタバコを吸い、コーヒーを飲み、涙も見せませんでした。母の葬儀の翌日、海水浴に行き、そこで再会した会社の元同僚、マリーと関係を結び、悲劇映画を見て笑い転げ、ボン引きまがいの友人のトラブルで、アラブ人を殺害してしまいます。その後、裁判にかけられ、動機について、太陽のせい、と答えます。アルベール・カミュの同名小説を忠実なまでに映像化した異邦人は、ヴィスコンティの長編作品の中で、日本国内では唯一、DVD はおろか、ビデオ化もされていなかった幻の映画でした。私はズタズタにカットされてテレビ放映された吹き替え版が、動画サイトでアップされていたのを発見して視聴した次第です。そんな幻の映画が、ついに解禁。ソフト化されました。白夜以来の出演となったマルチェロ・マストロヤンニに、ヌーベルバーグのミューズ、アンナ・カリーナがヴィスコンティ作品に出演。ヴィスコンティも手をこまねいてしまったという、アルベール・カミュの原作に、かつてない衝撃と、不条理さゆえの、居心地の悪さを感じます。裁判では、ムルソーが犯した罪に対してではなく、彼の人間性に対して断罪するのでした。理不尽なまでに人間性を否定される、ムルソー。一見、冷淡に見える彼の言動に、どこかで共感している自分がいるのでした。母の葬儀で涙しなかったムルソーは、そこまで非人間的なのか。母の棺の前でコーヒーを飲むことは、そこまで不謹慎なのか。葬儀の翌日に海水浴に行き、喜劇映画を見て女と寝るのは、そんなにいけないことなのか。じゃあ、四十九日過ぎたら、何でもありなのか。恋人マリーに、愛してる?と聞かれ、愛していないと正直に答えるのは不誠実な人間として扱われるのでしょうか。アラブ人を殺した動機が太陽が眩しかったからと言って法廷で笑い者になってしまうほど愚かなことなのでしょうか。独房の中で刑の執行を待つムルソーの独白で、30歳で死のうが70歳で死のうが大した違いはない。命を軽んじてるわけではないですが、本当、ムルソーの言う通り、大きな視点で見れば大した違いはない。人はいつか死ぬ。さて、ここからはヴィスコンティ作品を2本ご紹介したいと思います。Senso。 1866年、オーストリア占領下のベネツィア、歌劇場で独立を願うイタリア人とオーストリア軍との衝突が起こります。決闘騒ぎにまでなったいとこを救うため、伯爵夫人のリビアは、オーストリア軍のマーラー中尉に説得を試みます。ここから、貴婦人と敵国の軍人との、道ならぬ恋が始まるのでした。冒頭、歌劇場で上演される、ヴェルディのイル・トロバトーレの内容とリンクしながら物語が進められていくという。さながら、映画自体がオペラのように描かれています。リビアが、マーラー中尉と一緒にオペラを感激しながら、オペラのようなことが舞台の外で起こったり、メロドラマのヒロインを気取ったりするのは嫌ですの。と、いとことのいさかいを収めるために放った言葉が、皮肉にも、自身がそのメロドラマのヒロインを演じることになってしまいます。身内を守るため敵を説得するという正義感から、その身内を裏切り、敵国の注意と恋に落ちてしまい、メロドラマのヒロインとなったリビアは、そこに自身の存在意義を見出すようになっていきます。そして、伯爵夫人という気高さや愛国心を全てを投げ打ってでも、その愛を貫こうとします。当初予定されていたマーロン・ブランド、イングリッド・バーグマン主演も見てみたかった気もしますが、アリダ・バレ演じるヒロインは、オペラのアリアを歌い上げるように苦しい愛を演じていました。それまでのヴィスコンティは、郵便配達は二度ベルを鳴らす、揺れる大地といった、ドキュメンタリータッチの、いわゆるネオレアリズム作品が主流でしたが、貴族出身のヴィスコンティが、絢爛豪華な貴族社会をリアリズムあふれる演出で、ゴリッゴリのメロドラマを品格ある作品に仕上げています。ディティールにこだわった華やかな貴族社会を描く一方、ヒロインの伯爵夫人を、品格やプライドをズタズタにして、どん底へ突き落とすシビアな視線も忘れていません。Conversation piece。 ローマの高級住宅街、家族の肖像の絵画に囲まれて一人孤独に暮らす老教授。
ある日、ビアンカと名乗る伯爵夫人とその家族たちが訪れ、上階の空き部屋を貸してほしいと申し出ます。全く加勢意志のない教授でしたが、彼女らは半ば強引に部屋を借りてしまいます。一人静かな生活を突然の侵入者によってかき乱される教授でしたが、実際に住み始めたビアンカの愛人であるコンラッドの予想もしなかった教養の片鱗に触れ、興味を持ち始めます。そして、教授は次第に彼らを家族として受け入れようとするのですが、人との交流を避け、社会と隔絶された部屋で暮らす老教授でしたが、部屋一面に飾られているのは、18世紀にイギリスで流行した一家団らんを描いた家族の肖像。一人静かな生活を望みつつも、家族というものに淡い憧れを抱く。彼は家族を嫌い、家族を愛していたのでした。土足で押しかけてきた人間たちと疑似家族を作ろうとする教授だったのですが、彼らは価値観の違う、ブルジョア階級、ファシズム、左翼過激派、ヒッピーと、当時のイタリアの社会情勢の縮図のような状態。小さな空間の中で、大きな政治的要素が見え隠れします。お互いが歩み寄りを見せ、本当の家族のように最初の晩餐を取るのでしたが、それが最後の晩餐となり、老教授が差し伸べた手は空をさまよう。ヴィスコンティは、もう一枚の家族の肖像画を描いてみせたのでした。山猫と同様、ヴィスコンティの分身とも言える役柄を演じたバート・ランカスター。狂気と繊細さを併せ持ったヴィスコンティの未亡人、ヘルムート・バーガー。ヴィスコンティ作品では、黒沢映画での志村隆のような脇でありながら重要な存在であったシルバーナ・マンガーの。アパルトマンの中だけで繰り広げられる主人公の閉ざされた内なる心を表している物語ですが、前作、ルートヴィヒの完成後、ヴィスコンティが血栓症で倒れ、車椅子生活を余儀なくされたため、移動の少ない撮影をするためという事情もあったのでした。ヴェニスのシスの原作者、トーマス・マンが息を引き取った、同じ病院、同じ病室で静養していたヴィスコンティが、老い、孤独、静かに迫り来る最後を意識したかのような作品となっています。いかがだったでしょうか。よろしければ、この動画に対するご感想をいただけると嬉しいです。また、動画にご満足いただけましたら、チャンネル登録、高評価。まだまだと感じましたら、低評価もどうぞよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。